皆さんこんにちは。本日はですね、最近読んだ本の紹介と5月発売予定の小説を紹介していきたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。ではまずなんですけど、最近読んだ本から紹介していきたいと思います。今ちょっと手元にないんですけれども、 NASA より宇宙に近い町工場という本になります。これ読んでもう本当に率直な感想は、私の人生の本になったなっていうのが、人生の本って言ってもいろいろ学びがあるとかそういうこともある、そういうことが多いんですけど、もうこの本ってなんか人生の固定観念を覆されるような、そういう本でした。で今ちょっと手元にない理由が、読んでみて本当に良すぎてで私のその今働いている会社でも、働くことってやっぱり素晴らしいことだよねっていうのをどんどんみんなに知ってほしいなっていうような取り組みをしているんですけれども、そこで、会社の先生にぜひ読んでほしいなと思ったので、今先生に貸しているところになります。でこのお話っていうのが、小説とかそういうストーリー性のあるものではなくて、植松電機という会社の社長さんですね、の植松勉さんという方の人生談というか、そういう経験談が書かれている本になるんですけれども、そういう町の小さな20人程度だったかなぐらいの工場で、リサイクルのための磁石っていうのをマグネットを作成している会社なんですけど、そこの本職とまた別で宇宙開発をしている会社の社長さんなんですね。でパッと聞いた時に、なんか下町ロケットみたいだなっていうのは感じたんですけど、実際にそういうことやってる会社ってあるんだっていうので、まずびっくりしたっていうのと、実際にやっているってその知った時に、まず最初にやっぱり思い浮かんだっていうのが、儲かるのかなとか、ビジネスとしてそういうことをやることのメリットって何なんだろうなみたいな、ちょっとなんか自悪ではないけど、これが本来の感想なんじゃないのかなっていうのは勝手に思ってるんですけど、そういうなんかどうしても仕事イコール儲けみたいな、そういうことが思い浮かんだんですね。ただこの植松さんが宇宙開発、宇宙開発って言ってもロケットを作成してるんですけど、その理由っていうのが、この世からどうせ無理という言葉をなくしたいからということで始めたみたいなんですね。もうこの一言だけ聞いて、どういうことって思ったんですけど、なので国から補助金が出るとか、そういうロケットのための、いろいろ宇宙に使える無重力の施設とかがあるみたいなんですけど、そういう利用料とか高いのかなって思ったら、全然利用料も取ってなかったりとか、ビジネスなんだけど儲けではないっていう、結構衝撃的だったんですね。それがどうしてもビジネスイコールお金っていうのが直結してしまうんですけど、でも植松さんはそういう儲けに走ってはないけど、そこで出会う人脈っていうのがビジネスを広げていくということもおっしゃっていて、なんかなんて言うんですかね、さっきも言ったみたいに仕事とはみたいな、そういう固定観念じゃないんですけど、お金儲けのためとかそういうものが大前提に来てるので、こういうのを読んだ時に、なんかなんでっていう気持ちが正直最初に来るんですけど、その後どんどんうわそういうことか、うわ素敵だな、うわすごいなっていうような、そういうプラスの感情がどんどん湧いてくる本でしたね。実際にこういうことをやってるっていうのをお伺いしたので、いつか見に行きたいなっていうのをすごい思うんですけど、この植松さんっていう方のこの本をなんで知ったかっていうと、 YouTube のショート動画で植松さんのその講演の様子っていうのが流れてきて、その講演がたった1分弱とかだったんですけど、すっごい良かったんですよね。その講演が、ギュッとまとめると、小さい頃から夢があったのも、あったこととかが、先生がバカにしたりとか、先生がどうせ無理だからもうちゃんと夢を考えなさいって言ったりとか、そういうお前は無理だからとか、子供ならではの夢みたいなのあるじゃないですか。それこそ宇宙で言ったら宇宙飛行士になりたいとか、それってすごいなって思うけど、だんだん大人になっていくにつれて、宇宙飛行士なれる人なんてほんの一握りだからとか、宇宙飛行士なんてなれるわけないのにあいつ何言ってんだって思う人もいたりとか、
なんか子供の純粋な心って、そういうどん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 大人の一言っていうので、あの夢が崩れていくっていう経験を、まあ、植松さんがされていて、まあ、現実にも絶対あるなって思って、まあ、あの簡単に言ったらそういう夢の話、大人がどん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 子どもの夢を壊していってしまっているのではないかっていう、あのそういう講演だったんですけど、その1分弱の講演の動画を見て、なんかめちゃめちゃ心に響いたんですよね。でそれを、まあ、あのそれで本を買って本を読んで、まあ、さっきも言ったみたいに、あの自分の会社の先生に、あのこれすごい良かったっていうことで、あのおすすめしたら、植松さんの講演すごいいいって、有名だよねっていうことを言ってて、だから私が結構知らなかっただけっていうのがあると思うんですけど、かなりこの方の講演が有名みたいで、なのでもしかしたら講演を知っている方っていうのはいらっしゃるかもしれないんですけど、本もものすごく良かったのでぜひ読んでいただけたらと思います。特にあの中学生とか高校生とかでも全然読めるなって思う本でしたし、なんならその大人に無理だって言われたとしても、いや自分はできるって思えるような本だと思うので、ぜひ学生にも読んでいただきたいですし、逆に大人の方で言うと、あの子供の夢を知らず知らずのうちに壊していないかってすごい再確認できるような本になるなと思って、それこそ現実を見た時になんか難しいことってあると思うんですけど、だからって言ってひたむきに目指そうと思っているようなその子の道を潰す理由にはならないと思うし、なんかそういうところで、あ、気をつけないといけないなってすごく実感させられる本でした。で、私がもう一つ好きだというか、なんか胸に響いたことがこの本の中にあって、それがまあ学歴の話だったんですね。で、この植松さんはご自身でそんなに自分は学歴が高くないということをおっしゃってるんですけど、どうしてもなんか私の世代でも、昔ももしかしたらそうだと思うんですけど、どうしてもなんかあの親心からした時に、いい会社に入ってほしい、でいい会社イコール大企業で、大企業に入るんだったらあのいい大学に行かないといけない、それこそ名の通ってる、あの普通に何々大学ですと胸を張って言えるような偏差値の大学に来なさいっていうことで、その大学に行けたら周りもすごいねって言われるような、そういう大学に行けっていうことをずっと言われてたんですけど、あるじゃないですか、大手企業ってその面接の前のその選考の時点で大学名で落とすとか、そういうことがまああるって自分の中でも思ってたので、自分もまあ高校時代に勉強をそれなりにして、まあ、いい大学を目指そうってなってたんですけど、あの私も実は一回転職してるんですけど、新卒で入った会社ってまあなかなかに大きい会社だったんですけど、名の通ってる会社だったんですけど、あんまり仕事が面白くなかったって言ったらあれなんですけど、なんか決まりきった枠があるんですよね。どうしてもその大きい企業であればあるほど、その会社のルールを壊してはいけないというか、なので自分がこうしたいなって思うことがあったとしても、会社的にはこうだからそっちはやらないでくださいみたいな。なので、植松さんはそれを本の中では、まあ、大量生産大量消費の時代、それこそ高度経済成長期の時ですね、 あの時代から抜け出せていないっていう会社が大企業には多いで、その大企業からするとその大量生産大量消費をするにあたってはマニュアル通りにきちんと動いてくれる人材が欲しいと。でそういう工程がもう決まっている、順序通りにできる、もうそれだけやってほしいってなった時にすごいできるっていうのが、それこそお勉強のできる方なので、そういう意味でいい大学って言ったらいいんですかね、まあ、それなりに偏差値の高いような大学っていうところから選ぶと、選考採用するとそういうルールにのっとったっていうのが得意な方が多いのではないかっていう、ちょっとすごいキュッてまとめちゃってるんですけども、まあそういうことをおっしゃっていて、ただ1のものを2にしようと思って、まあこれこうして変えたらいいんじゃないのかなって思うことって、まあそれも難しいことだと思うんですけど、結構思いつく人は思いつくんですけれども、すごい大事なのは1やったことを、じゃあこうしてみたらどうなんだろうっていう、ゼロから何か新しいものを生み出す、これがすごく大事ということを植松さんはおっしゃっていて、でその
何もないところから新たな発想で新しいものを生み出すっていうのは、それは勉強は全く関係ないっていうことをおっしゃってたんですね。なんかすごい、なんていうんですかね、いろいろ自分が、約30年弱生きてきた中で、今まで辿ってきた道で、先生たちも親たちも大人たちっていうのは絶対悪気があって言ったわけじゃない、なんなら子供のためを思って言ってくれた言葉っていうのが、知らず知らずのうちに自分の選択肢っていう、子供たちの選択肢を狭めていたかもしれないっていうのを、この本を読んで確かにこの時こう言われたなっていうのがいろいろ浮かんだ時に、じゃあ自分は変えていこう、じゃあ自分は子供世代にはどう伝えていくんだっていうことを、ちょっと言葉にするの難しいんですけど、すごいもう胸に刻んだというか、そういう意味でこの本って私の人生の本だなってより強く思ったんですよね。いや本当にうまくまとめれなくて本当に申し訳ないんですけど、実際に本当に読んでいただきたいなって思います。なんか特に子供たちに向けて、今の時代に、時代の生き方だったりとか、その時代の生き方を踏まえた上で、エールを送ってくれる、背中を押してくれるような本になっています。大人も本当に深く深く学べることだと思いますし、私が事務所の先生にお渡ししたっていうことも言ったんですけど、先生ももう50代半ばぐらいなので、全然子供に対してのエールだからって言って大人が読んでも遅くない、全然遅くないし、なんなら読んで日本を変えていこうって思えるような、そういう本だと思います。ぜひ気になる方お手に取っていただけたらなと思います。はい、ここからは5月発売の小説をいくつかピックアップして紹介していきたいと思います。今から毎度毎度調べて紹介していけたらなと思います。これとかどうですかね。5月13日発売、娘が巣立つ朝ありますね。なんか悲しいというか、ちょっと娘が巣立つってなるので感動系の話かなと思ったんですけど、娘がセレブな婚約者を家に連れてきた、誰も避けては通れないお金と家族の息こもごも。なんか面白そうですね。格差婚、役職定年、夫の不機嫌、問題は次から次へとやってくる。結構もしかしたらリアルなお話なんじゃないのかなと思うので、私全然子供いないんですけど、読んでみたいなって思いますね。これなんか可愛い感じもしますね。これなんだろう、女の子たち風船爆弾を作る。ちょっとどういう話なのか全然わかんないんですけど、あ、でも太平洋戦争末期、女学生たちは秘密の兵器を製造するため東京宝塚劇場に集められた、知られざる少女たちの戦争の真実の物語。へえ、なんか、兵器を作るっていう話にはなってると思うんですけど、事実の話、映画化とかされそうなお話ですね。風船爆弾か、なんかちょっと戦争の本とかも結構心がね辛くなるのであんまり好きじゃないんですけど、でもそういうのって読んどかないといけないなっていうのは、しみじみと感じてるので、ちょっと機会があったらこれ読みたいなと思いますね。5月15日発売です。こちらも5月15日発売、恐竜時代が終わらない。これはちょっと帯に何も書いてないんですけど、なんか恐竜がいて、その下にちっちゃい子供かながいて見上げてるような、そういう表紙になってるんですけど、コメディなんですかね、どうなんだろう、ちょっとわかんない。今更なんですけど、ちょっとマンションの上の住人さんがすごい最近うるさくて、めっちゃどんどん言ってるんですけど、すいません、音入ってたら。これはなんだろう、これも5月15日発売かな。5月15日発売、死んだ山田と教室。ホラー系ではなさそうな気がするんですけどね、どうなんだろう。なんかこういう本多くないですか、山田くんとなんたらのなんたらみたいな、何なんですかね。しかも大体山田っていうのね。ちょっと表紙も載ってないのであれなんですけど、名前的に詐欺師と詐欺師、5月22日発売みたいです。何なんだろうな、なんかコンフィデンスマンって皆さん見たことあります？ドラマのあれめちゃめちゃ好きなんですよね。
あれも言ったら詐欺師の話だと思うんですけど、あれちょっとドラマ史上一番笑ったなって思うぐらい大好きなドラマなんですけど、この詐欺師どっち系ですかねミステリー系なのかどうなのか、ちょっとまた今は調べれてないんですけど、動画の時にはあらすじ載せておくので、とかどうですかね。5月22日発売、今日も明日も負け犬、なんか名前的にちょっとネガティブそうな感じなんですけど、表紙はすごい明るい感じですね。いつだって人生の巻き組だった、それでも今日食べた朝ごはん、今日歩いた道、今日聞いた音楽、今日話した友達、奇跡は少しずつ転がっている。かなりあれじゃないですかね、背中を押してくれるような小説じゃないですかね。起立性調節障害という病、はあ、これも結構実話ですね。お、東野圭吾さんが出しますね、新しいの。クスノキの女神、5月23日発売です。クスノキの番人のあれかな、なんかサイドストーリー的な話なんですかね、どうなんだろう。私結局クスノキの番人読めてなくって、なんか一応書評した時にクスノキの番人気になってるみたいなことを言ったのかな、コメントでクスノキの番人ちょっとイマイチでしたみたいなコメント来ちゃってそれでまあ後ででいいかと思って全然読めてないんですけど、皆さんどうでしたかクスノキの番人。あ、でもね、東野圭吾さん読みやすいんですよね本当に。これはどうだろう、海を破るもの、5月24日発売。日本史上最大の危機である原稿に御家人が御家復興のために立つ、歴史大河絵巻かな、ちょっとめっちゃぼやけてて字があれなんですけど多分合ってると思うんですけど、今最も熱い。お、今村翔吾さんって何だっけ、西洋の盾みたいな、あれ違ったかな、私全然読めてないんですけど、あれも多分時代小説っぽかったですよね。すごい可愛らしい小説がありましたね。5月24日発売、東京ハイダウェイ、知らなかった、東京にも心休まる場所があるんだ。不安を抱えた私たちが見つけたのは都会の隠れ家だった。お、なんかこういう本ってなんていうんですかね、ほっこりする系だからいいなとは思うんですけど、最近すごい多いじゃないですか、若者とか特に心が疲れたとか心がなんかすさんでてみたいな、日本大丈夫かなっていつもニュース見たりとかバラエティとか見てても思いますね。なんかそういう癒しを求めて癒しを求めてって、そんなにみんな心疲れてるの大丈夫って思うことあるんですよね。皆さん無理はなさらないように、適度にね手を抜くっていうのがすごい大事だと思うんですけどね、今の若い子ってなんか真面目な方が多いイメージで、手を抜こうにも抜けないみたいな自分を追い詰める方って多いんじゃないのかなって結構思ってて、5月発売はそんな感じですかね。うん、ちょっといろいろ見逃してるものもあるかもしれないんですけど、今パッと見て面白そうなのは以上になります。また本購入できたら紹介させていただけたらと思います。ちょっとね今上にもすっごい溜まってて全然読めてないんですけど、しかもちょっと5月入ってゴールデンウィークからまた勉強結構しっかりと今もしっかりとやってるんですけど、結構勉強に本腰入れてやっていかないとなっていう感じなので、ちょっとまた書評っていうのがあとでってなっちゃうかもしれないんですけど、気長にお待ちいただけると嬉しいなと思います。はい、それでは本日は最近読んだ本と5月発売予定の小説を紹介させていただきました。気になる本がありましたらまたぜひ教えてください。概要欄に本日紹介した本は全て載せておりますので、気になる本がありましたら概要欄からチェックしていただけたらと思います。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。次回の小説紹介もお楽しみに。だいぶ前にご質問をいくつかいただいてて全然答えれてなかったので、本日はその質問に答えれる範囲で答えようと思います。一つ目なんですけど、本を好きになったきっかけは何ですかという質問がいただきました。はっきり言って覚えてないっていうのがちゃんとした回答なんですけど、おそらくなんですけど母がねすごい本が大好きだったので、
子供の頃からも家に本がたくさんあるっていうのが当たり前の家で育ってきたので、自然と本を読んでたっていうのはあって、で中でも自分がうわすごい面白いなって思ったのが、確かなんですけど小学生の時に読んだロアルド・ダールコレクション、もうほぼほぼ絵本に近いような小説なんですけど、あれは小学3年生とかで読んでたような気がするんですよね。私が通ってた小学校が朝の10分ぐらいかな、絶対読書の時間っていうのがあって、まあ、それで親がねいろいろ本を選んで買ってきてくれたっていうのがあって、多分ロアルド・ダールコレクションめちゃめちゃ面白かった記憶があって、そのあたりでハマったんじゃないのかなって思います。ぜひお子様いらっしゃる方チェックしてみていただけたらと思います。続いての質問がですね、かなりお忙しそうな日常生活を送っておりますが、いつ本を読んでいますか。私は今ちょっと全然読めてないんですけども、通勤電車の中で基本的に読んでいます。往復でねどんぐらい乗ってんだろう、多分読む時間としては40分ぐらいですかね、あると思うので、まあそれで結構日々読んでいるという感じですね。家ではあんまり読まないんですけど、最近電車の中でもちょっと問題集が開くようになったので、本読みたいなって思った時に基本的に家で読んだりしてるんですけど、どうしても家って読もうって思ったら寝る前になっちゃうんですよね。で寝る前に読むとなんか脳がどんどん起きてっちゃって全然眠れないっていう、そういうのがあるので基本的には家で読まないようにしてます。ただまあ休みの日丸々一日暇とかがあったら午前中に読んだりとかもないことはないんですけど、基本的にはもう外で読むっていう感じですね。本を読むのが早いと思うんですけど、本を早く読むコツはありますか。早く読むコツ、私も、なんだろうな、別に練習したとかではないので、これやったら早くなりますよってあんまり言えないのと、早く読むイコールすごいってわけでもないと思うので、何とも言えないっていうのが、すいません答えになりますね。質問に答えれてないと思うんですけど、ただ簡単な本とかだったら私2行ずつで読んだりしてるんですよね。多分結構こう目でこう一気にいっちゃってるようなそういう感じなんですけど、東野圭吾さんとかめちゃめちゃ文が分かりやすいのである程度流し読みでも入ってくるんですけど、ちょっと難しい本になってくるとどうしてもそういう流し読みだったりとかバーって読んだりしていると、結局途中になって、あこれ誰だったっけとかこれどういうことだったっけっていうのがあって、ちょっと戻ったりっていうのもないことはないので、一概に早いのが絶対いいですっていうわけではないんですけど、まあ、もし早く読みたいなとか練習したいなっていうことであれば、それこそ本当に絵本レベルのような簡単な文からさって目でなんていうんですかね、こう目の動きを早くするみたいなそういう練習してみたらいかがかなと思います。ただまあ早いイコール偉いじゃないっていうことだけはご留意いただけたらなと思います。はい、今日はちょっとこの3つにお答えさせていただきました。あんまりプライベートなこととかはね今後も答えないようにしようと思ってるんですけど、答えれる範囲でご質問いただけたら今後は答えていけたらなと思いますので、めちゃめちゃ答えるの遅くなってしまって大変申し訳ないんですけど、何かもし気になることあったらどんどん SNS の DM とかも開放してるので、よかったら送っていただけたらなと思います。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。次回の小説紹介もお楽しみに。